はい、今回なんですけど、ピン太郎くんいるかな。ピン太郎くんはいるかな。はい、わかりますかね、ピン太郎くん。何があったかわかりますか。思い当たる節、5月に入ってからのやつですね。5月以降の件で。俺今日ね、親がね、今シンガポール来てるんですよ。今僕シンガポールなんですけど、親にね、ご飯をね、ご馳走してあげてね、あとにわざわざね帰って、ふう、今日もちょっと遅くなっちゃったなーって、でもピン太郎の件だけはちゃんとやらないとなーと思って、ちょっとピン太郎、先々週かの件だけど、今考えてるけどガチで心当たりない。わかんない。じゃあ名前言う。みくるちゃん、朝倉じゃない方。あ、ドッキリじゃないんだ。わからん、別赤の名前かもこれ。いや、女です。ガチで聞いたことない、多分別赤かも。VC 聞いてるけどマジ思い当たる節なさそう。2022年ぐらいの話なんだけど覚えてない。参加型入る前の話なんだけど、そうそれが発端でみたいな。去年かな、2022年の9月かな。じゃあピン太郎行っちゃっていい。じゃあこれ人違いか。じゃあピン太郎行っちゃうよ。じゃあスクショ出すよ。はい、ということで特状態戻ってきました。よくわかりませんよくわかんないですけど、なんか戻ってきました。いや、よくわかんないです。ということで、ミクルって誰。いや知らん、俺が今作った名前、毒状態ミクル。いや知らないけど俺、誰それ。なんか帰ってきました。ピン太郎焦った。焦った、ピン太郎お疲れ。ミクルはさすがに朝倉だろ。毒状態何、どうして。多分クンさんの声聞こえてない。ちょっとマイクラディスコ招待してあげてください。11月30日ぶりの期間。ああ、でもそう考えると、まあ8ヶ月9ヶ月ぐらいは、半年ぶり以上ぐらい、半年か。意外と毒状態もう聞こえてる。これ聞こえましたよ、毒状態。アボボタニが今日毒状態帰ってくるよって言ったら、予想通りって言ってました。あのアボボタニが予想通りって言ってた今日。うざいねーまあまあ帰ってきてよかったですね。毒状態いろいろ変わったよ。ウニンの色も変わったし、髪の色も。あ、これコウタンなんだけどアカウント変えたんだよね。ゴッドシンゴって書いてあるじゃん。コウタンアカウントの名前変えて、これコウタン、これ偽物のやつ。これタコワサのなんかわからんやつが、タコワサ14がゴッドコウタンになって、コウタンはこれゴッドシンゴってやつになった。で、あ、そうだ、ゴドンの AI、ゴドンさんが復活して、で、ゴドン AI っていう、全部 AI でゴドンを読み込ませて、ゴドンさん AI なの。そう、ゴドンさんは実は AI だったってこと。おやおや、嬉しい言葉です。ゴドンは平野かでございます、 AI ではございません。いや、お前 AI だろ、嘘つけ。お前は AI だろうん、それは違う。それ AI ってタグついてるけど、ゴドンが普通に操ってます。まあそんなもんかな。まあそれぐらいです、重要なのは。ゴッドアルゴン、まあ、ゴッドアルゴンは気にしなくていい。くだらんノリなんか言ってるしまあいっぱい遊んでください。また徳さん、まあ、好きに遊んでください。はい、ということで今回なんですけど、今回はこの後何するか考えてません。これ何するか考えてません。懐かしい思い出選手権。はい、ということで今回は参加型で起きた懐かしい思い出、かつ振り返られてないものを語ってもらいます。ほじくり返してもらいます。例えばピン太郎、2020年9月18日にこういうキモい音ゲツイートしてたり。あ、ちなみにこれミクルって女から垂れ込まれました。ちなみに一応ここミクルです。ここがなんでミクル完全架空の人物じゃないです。なんかよくわからん音ゲクソキモツイートみたいのしてて、しかもこれ返信先が TikTok の痛い人たちっていうさ、あのわかる、あの臭いツイート、バズる目的のアフィカスみたいなやつあんじゃん。あれにリプライでやってる、まとめアフィカスになんかこう反応してるっていう、かなりやばいやつです。で、あんまりほじくり返されてない昔の話をしていってください。なんかすっげえ中途半端にしか並んでないけど、皆さん並んでくださいね。並ばなかったら僕が聞きます勝手に。はい、イニーさん、クンさん不在地だったから全く振り返ってないけど、個人的には長月好き。な知らないこれ。いいね、これ知らんのほじくり返すのいいね。俺がねえ用語がずっと湧いてくるんだよ。なんて、なにちょっと先長月貸して。え、なに用があるよね。ある、消えました。消えましたけど、え、なんで
なんでの声を裏返り、だからさ、スライムさ、なこのさ、この音何、このミミミミミミミってこれ。なんだよ、なんで。これ何、何この音。何これ、この耳障りのやつ何。え、ちょっと待って、いい待って、いいってさ、ノイキャンされてるけど、実はこんなやばいことになってんの、この音。先長月、先長月。あの、防犯ブザーみたいなのずっと鳴ってるけど、これ何。窓のすぐ外に木がある。先長月生かして。え、何何、いや、なんかもう、もうさ、ノイズじゃん、もうこれもう、中身に集中できねえ。セルフ SE、次、ブロベルム。今、たまたまツイッター覗いたらリツイートされたんですが、暇人さんの昔のつぶやきです。おぉ。地震で好きなこの〇が揺れても、俺に対する思いまでは揺れないんだよなぁ。こういうこと言うタイプだったんだ。やっぱあんま面白くないね。暇人さんなんか面白いみたいになってたけど、うるさいだけだった。だからそろそろ一回考え直した方がいい。暇人さん面白いみたいな、そういうノリ。長月みたいにちゃんと精査すべきだと思うわ。ちゃんと暇人さん顔出して可愛いって言われてるよ。ダメだな、ちょっと徹底的に避けないとダメだこれ。なんか調子乗ってそうじゃない、なんかホクホクしてる、なんか調子乗ってそうな気がしてきた。なんとかして株下げたいな。自分の顔よりも恒常的に意味のない嘘を言ってることをみんなに知ってほしい。あー、リアルジオゲッサーのニート豚の話なんで、ちょっとマイクラで言っとくと、あいつ本当にヤバいやつで、ちょっと株下げとくわ、これを機に。熊地さん本当にヤバいやつで、オフ会来た時にみんなに対して何も動画も撮ってない普通のオフ会でサンリオピューロランドに行った。で、その帰りにマンホールで滑って、で雨降ってたから滑って水でびしょ濡れになって、家に帰って着替えてきた。で、ちょっと遅れちゃったって言って、腰めっちゃ痛いわって言ってきたらしいのよ。で、結果を言うと、それ全て嘘で、実際はサンリオピューロランドにも行ってなくて、いやもう全部、今言ったことも全部嘘で、サンリオのピューロランドじゃなくて、ストアみたいなのに行ってて、で、なんでそうなったかっていうと、彼女と約束をダブルブッキングしてて、その参加税の約束、彼女の約束。で、いや、焼肉行く話だったんだけど、彼女とステーキ食べた後だったからっていう意味不明な理由で、イタリアン行くみたいな彼女にはそういう嘘をついて、もう意味がわからない。ちょっと俺も言ってる意味は、俺も意味わかんないんだけど、彼女にはイタリアンを参加税と行くっていうことにして、で、暇人は焼肉に来て、俺今腹いっぱいやーって言って食わなかったっていう。で、なんでそれが発覚したかっていうと、なんかおかしくて、そのサンリオの話の絡みが。で、なんか問い詰めまくったら、あれ全部嘘ですみたいな。何がしたかったの？え、多分意味もなく嘘ついちゃったっていう感じだと思う。問い詰めるのもたまたま問い詰めたから、意味ないのにガチでバレるように嘘つこうとするの怖すぎる。なんかすごいよね、あいつ。本当の虚言癖と、ちょっと多分ガチのやつ。コロが虚言癖と言われるんですが、多分暇人は本物。まあ本物だと思う、多分。だから意味のない嘘みたいなのが発生するから。だから動画のネタとかじゃなくて、オフ会とかキッズの間の絶対話題になんないところで嘘が発生するみたいな。とんでもないやつ。でね、参加税を年齢順に並べ替える企画で、イニンの場合になった時にイニンが必死に、おいくん俺とフォトナ対マンしろビビってんのかってチャットで連呼する場面があったので、それの犯人僕です。当時コマンド全く上がらなくて、置いてあったコマンドの量を引いたらちょうどタイミングよくイニンの番だった。お前やったんか。あ、そんなことがあったんだ。 VC 聞いたことあるけど、結構大人だよテスさん、落ち着いてる感じする。いや、イニンもうちょっと大人ほら、頑張ってるけど、これ大人割と。あー、なんだこのコマンドと思ってガチャガチャガチャってやったら、対バンしろ対バンしろみたいな。最悪。最悪すぎる。じゃあ次は、おぱいちくん。あるよね、思い出。2013年4年ぐらいから来てる大子さんですよ、あなた。3年前焼肉の時、暇人さんエリンギ内側から焼いたら美味しいっていうのが最初の嘘。何それ。みんな信じた。やばいな。なんでそんな嘘つくの。いや、あれもあって、嘘かどうかは分かんないけど、叙々苑で焼いてる時に、このタンはタンの元の方だって言って、店員さんに、これタンの元の方ですよねとかって言ったら、店員さんに確認してまいりますって言われて、で、あげく違いましたって言われたっていう。え、それ叙々苑でやるんだよ。叙々苑だよ。もうありえなくない。もう俺もう恥ずかしくて、本当に本当に恥ずかしくて、そこ行ったの。
同伴者がめっちゃ恥かくみたいな。もう行けなくなった、あそこ。ゴドム AI。ある日50人クラスで誰かがナッシーとコノを結婚したらどうなるかという質問を出した。すると、続々と面白い回答が寄せられた。例えば、ナッシーとコノによる子供の作成とか、一方はナッシーはコノの血を飲むとか、さらにはコノはナッシーに夜遊びを教わり、逆にナッシーはコノに昼遊びを教わったとか、皆さん本当に面白いですね。そんなことあったかな、そんなね、歴史。昼間遊びってなんだ、一体。はい、じゃあ次、長月。え、長月さ、お前さ、その論文の発表会でもえとかって言うの、なんか変な質問されて、え、いや、長月の思い出は持ち帰って検討しますので、今 AI 動かしてます。長月、なんかないの、思い出。思い出、俺はあれが好きだな。長月が自分のキャラ付けしようとしてずっと高いところから落ちて、あの長月は飛び降りたっていうログを出し続けて迷惑行為してたやつが俺は思い出だな。あれ何考えてたの、あれ。あれ何だったの、あれ、マジで。え、ずっと高いさ、ファマスとか決闘してた場所あったじゃん、一期の頃。あそこでずっと飛び降りて飛び降りてみたいな繰り返してて、あれ何だったんだろうなっていう。で、ずっと水に浸かってたよね、長月って。確かキャラ付けのために魚キャラみたいな、たい焼きのなんか2匹目のブリやろうとしてたっしょ。覚えてるわ、今でも。どう対応していいか分かんなくなったやつ。次が、くんさん、この人誰ですが、記憶の片隅にあるようでない。あー、ニューファンデュ。確かにこんなのいたような気がするが、誰だっけこれ、ニューファンデュ。大人の人だっけ。いやー、大人の人はだって面白かったよ、だって。大人の人めっちゃおもろかったくない？コタロウ、ヤギ、ナツも面白かったし、あいつら面白かったもんな、大人勢だもんな。あれ？もうフォトナ勢も最後の一人ちゃう。小太郎も最近もう低活になり、ヤギも低活、ナスさんも低活、デモルゴンさんもいない。マチャカリデモルゴンも全然なんか最近来ない。なんかあんま来ない。無名の光では元気そうだけどね。無名の光のオーバーウォッチのところでなんかやってたのもあれ元気そうだったけどね。無名の光だと。ね。何してたのかな、あれ。オーバーウォッチする時間はあるのかね。ラーバとトーマスがライブしながら、なんかラーバ操作方法忘れたとか言ってたよね、ラーバが。そっちでは元気そうで楽しそうだね。今普通に VC いるよ。楽しそうだね、マチャカリくん。マチャカリくんもそろそろ標的ですよ、こういうのの。こういうのの標的になり始めるよ、そういうムーブを続けてると。次、ピンタロウ。仮面見て。何これ、ピネガキ。ヒマジンさん最後楽しかったです。ヒマジンさんメンバー入ったぜー。俺がヒマジンさんにいいねをされただと。しかもパスタやった。ヒマジンさん5枚いってたの、マジでおめでとうございます。ドレハンで遊びましょうね。カワチーカワチーよーん、戻そうぜこの頃のピネガキに。おいヒマジンヒマジンみたいな感じじゃ今。ダメだな、一回戻した方がいいな、これ初心に戻すか。次、おっぱいち。やばいのあった。え、2022年12月25歳、22歳になった。普通に嘘。何こいつ、え、なんかやばくない、めっちゃおめでとうリップ来てる。マジか、やっぱなんかおかしいんじゃない、なんか嘘つくのが普通になってきてて、おかしくなってんのかも、ちょっと。いや、嘘をついて得する状態だったら嘘つくじゃん、結構。まあ分かるっしょ、なんかそれはと嘘つくけど、だから得もしない嘘をつくっていうのがちょっと恐怖を感じる。次、カメスタ。ノルノルさん、朝日さん、コータン、ベノムさんたちと一緒に初代のハブサバを一緒に作ったこと。あの頃のハブは三風の防具立てがとっても可愛かった。あー、お前は過去の過ちを思い出せ。うん、カメスさん言ってたもんね、俺に。くんさん、ショート動画ダメですか。ダメだよ。次、バンクラの時、途中までくんさん、子さんだからバンクラ関係なく三型入れるみたいな発言をしてたのに、バンクラ後輩になるつれて他のバンクラ勢とフラットな戦いスライドされて、で A 点できないかもと思ってめっちゃ焦った。まあ、いやいやいや、ていう演出でしょ。結局入れるつもりだったよ、子さんだったら。まあ入れるよ。次、コータン。シーズン1の大役帝国障害の時、僕の作った家は壊されてしまい、それを止めようと僕は必死に周りの人たちに抵抗した。その時一緒に荒らしていたニャンドルさんのことを殺した。そしたらナンドルさんにテルで、
お前二度と甲状腺で対処できると思うなよと脅され、フルエンチのダイヤ剣を要求された。僕は必死に撮影外で作業したけど剣を要求されることはなかった。1年ぐらい前 AFX をしてる時ニャンドルさんにそのことを言ったら全然覚えてなく謝られた。こーわ、ニャンドルさん、それさ職権乱用じゃない？は？お前、俺がラボのコマンドやってる間は対処なんかできると思うなよ。怖っ、ギャンタ。なんか昔はポテチもオラついてたって陰キャ伝説が言ってた。あっちな、何々、それ気になるな。ポテチオラつき、ポテチがオラついてるの気になるな。多分全体チャットで僕謝ってるチャット流れてると思う。まあ HSP だし、まあはい、次プロレロン。暇人さん、嘘をつく理由は自分の情報を開示されていくから嘘でバランスを取っていると言ってましたが、かなり昔から嘘をついてるんでこの理由も嘘です。確かに、確かに、かなり昔から嘘をついてるから、まあまあそうだね、それも嘘って感じだね。はい、次チュッパ、チュッパくんは、リアルバレがっつりちょっとしてるので、あんまりいろいろ言わない方がリアルでいいよっていうタレコミが来ました。チュッパくん、チュッパくんはいろいろバレてるらしいです。誰にこれ言わないであげてくださいって言われたから、ただ気をつけた方がいい人だけ伝えてくれって言って言われて、いや俺チュッパの話を、まあ、なんとなく聞いた話にチュッパから聞いた話と整合性が取れすぎていて、チュッパくんバレてます、バレてるってことだけ伝えてくれとのことでした。それ生活の全てで怯えるんだけど、いやまあチュッパまあまあ、俺はチュッパチャップスだと思って生活してもらえれば大丈夫かなと思います。僕はチュッパくんなんだ、僕はチュッパくんなんだって。性格が悪いっていう噂はあったけど私はそんなことないと思いますっていう風に言ってたんでよかったですね。性格が悪いと噂されてたらしい。大丈夫か。学生だな。何お前さ、性格悪いって言われたエピソードあんの？まあ全部は言いません。ただちょっと気をつけた方がいいっていう風な話が来たんで気をつけてください。はい、次キリト。一期の頃ファマスのコチギンシャクだったポチタ、ファマス帰ってきた後あんま絡みなかったのおもろい。いや確かにわかる。なんか一期の頃はなんかファマスの手下みたいな感じだったけど、なんかもうなんか絡みないみたいな感じだね、ファマスと。今は緑の人のコチギンシャクならやってることは同じ。あ確かに今はなんかヒスヒスワンダーランドだもんね。使える王が変わっただけか。あコータなんかある。シーズン2の高層劇場の設計は当時無名の光様で高層に頼まれて、こじんまるで僕が作った劇場を元に作られたもの。当時の会話は無名の光のディスコードに残ってる摩擦。あそうだったの、あれ僕が作っただったんだ。風化初代ハブバンクラ勢でクンさんが建築スペースをもらって建築途中、無言でゴリゴリマーズくんがバンクラスペースの制作物を破壊しまくりスクリーンを設置したこと。テルで理由とか割譲範囲を聞いたのに無視して作業を続けて大人だなと思った。翌日カメスタから割譲をお願いされてそこで破壊の理由を知った。マーズくん、まあそういうところあるんだな、すごいなって。まあマーズくんはそういう感じの人なのかな。性格悪い？いや、まあ、マーズが激しいからね、激しいから。はい、パッチ可愛いのあった。陰キャ渋オパイチ今チュートリアやってる。あすいません、つい多分参加型始まってちょっとしてからか。陰キャ転生そういうやつだよ。こちらの動画を参照してください。潜水艦動画です。潜水艦動画で緊張のあまりほぼ一言も話せないんでボットみたいになってしまった陰キャ転生くんがこちらの動画です。ウルフパック見たけどマジで陰キャ転生の声聞こえん。いやそうなんですよね、ほんのちょっとしか喋ってません。ドクさんなんか思い出みたいなのあります？最後にドクさんの思い出。当たり前じゃないですか。何がある何があるのかな。さっき入ってきたばかりなんでゴドンさんが AI になったことはいい思い出ですよ。その思い出のね射程距離が短すぎるわ。じじ